どうぞ遊んでください。もう僕留守番使えとか適当に遊んでればいいからね。あ、それからね、これがミミズの赤ちゃんだ。これが卵でしょ。これが卵です。ここに卵が卵です。これ。こういうのを取るとね、すぐ孵化する卵。ここから赤ちゃんが出てくる。生き物全部そうなんだけど、自分の条件があったらいくらでも増えるんです。で、条件が合わなきゃいなくなる。だから僕からしたらミミズはね、あのミミズがいるからいい土地になったんじゃなくて、ちょっと最初におっしゃったように、いい土地だからミミズがいる。逆にね。いい土地にはミミズが入れる。要するに肥沃で土地に入れるけど、乾いた土地にはこのミミズ入れない。大体こうなんかあれですもんね、やっぱり湿ってるっていうか。そうそう、湿ってて。だからこういうのがいるということは条件がものすごい。なるほど。これは僕はね、今日のために1年間かけて作ってる土なんだけど、これはあの腐葉土だけ、葉っぱだけ。これ桜の葉っぱだけ。これ桜の葉っぱですよ。これ桜の葉っぱが腐って、それであとは、ところが葉っぱだけじゃね、発酵する力がないから、米ぬか、土だけじゃダメなんですね。全然ダメです。それともね、もう一つ条件、僕が言うとね、かまさなければね、常に混ぜる。あのね、重ねちゃうと葉っぱ葉っぱで湿って、この後米ぬか米ぬかで湿ってベタとなって。